はい、えー、こんにちは、えー。もう一つ音楽ネタでお送りします。えっ、ー、と、今ね、あの、この間ご紹介したなんだっけ、えっ、ー、と、あの、スイープピッキング、スイープピッキング、あの、練習方法、大だ,だな、まだな。なかなかね、学生の頃みたいにね、時間たっぷりあって、毎日、あのな、な あの、えー、たっぷり練習できればねできそうなんですけどね学生の時みたいにねもうマリティヒッテなんてことはできないもんですんでね、まあ、ちまちまやっておりますさて今日ご紹介したいのはですねこの方ですねえっ、ー、と渋谷千里さんというおっしゃる方なんですけど新潟でね活躍してるねあのー、アーティストさんなんですよミュージシャンさんですねえっ、ー、と初めて見たのはね まだ10年前かな ?7、8年前かなあの、新潟の繁華街の古町でね、えっ、ー、と、生演奏があるって言うんでね、気、えー、に入ったんですよ。神さんと一緒に行ったんだっけあの頃な。えー、それで、あの、生演奏を聞いたんです。っていうのはね、なんだっ,たっけあの頃な。えっ、ー、と、ギタリストのね、あ、そうそう、あの、酒井さんってね、いう人がね、めちゃくちゃギター上手い人なんですよね。なんかの表紙で酒井さんっていうあのギタリストの人が、 えー、新潟で、うん、活動していててめちゃくちゃうまい人でね生で聴きたいなと思って、うんえー、行ったのがきっかけだったように思います。であ,の,でこあの,この渋谷千里さんっていう方が率、えー、いてるバンドなんですけどもね、えー、とあのそんなご縁で一回レストランに行って生演奏聞いたんですけどこれが <laughs>。 いいんですよ。とてもいいのでね、結構ハマって、えっ、ー、と、CD も買ったしね、あのー、車の中に置いてあって、えー、ちょこちょこ聞いてます。あのー、あね、ね、不思議なんですけどね,ね、猫、猫のね、あ、この方はあの、の保護猫活動もね、合わせてやってるということでね、これいただいたんですよ、缶バッジ、缶バッジのね、 えー、もう一つも頂い,いてあれはあれですわあの神棚仏壇に奉 <laughs> 納してあるんですけれどもえっ、ー、となぜかね猫って不思議な生き物でねあのー、ラッキーが回ってくるんですよな猫っていうのはね、まあ、結構ギが堅いところがあるのがね、あのー、世話になった人間には何かお返ししようとするみたいなところがあってね、えー、面白いなと思うんですけどもでこの方のね 曲あの CD 買うと分かりますけど、2曲目にね、あれ名前になって言うんだっけな。私は通常、あの魔法ソングって呼んでるんですけどね、魔法をかけてだったかな、猫を題材にしたね、曲があるんですけどね、これ、あの <laughs> すごくおすすめです。ラッキーソングって私は思ってましてね、なんか猫のご利益なのかね、ああ,あ、ちょっとピンチとか思ったときはね、あれをあの聞いてます。そうすると、なんかこう、打開策が見えてきたりなんかするもんですね。 いい、えー、いいんじゃないかと思いますあのここに流すとなんか調査権問題あるといけないもんで、えー、ぜひ聴いてみてください。私はあのね、ここのこのアルバムの、ね、最初の曲はあのコピーしたいなと思っててね、まあ、あれコード進行拾ってるんですよ。あの、えっ、ー、と、まだこれも中ンパンですけどね、あのさ最初の曲。 えー、をなんかちょっとねあのコピーしてご披露したいなと前から思ってるんですけど何せやりたいことが山ほどあって時間が足りないもんで、えーまあ、いつかは何、あのー、つかしようと思っておりますあのーえー、ぜひあのリンク先たどって、えー、お気になってみてくださいあのー、一番あれなのかなとお好きなのはジャズじゃないですかねジャズとかシャンソンが あの一番持ち味を発揮されるあのボーカリストの方なんだと思うんですけども、えー、何でもなさってますねあの流行歌歌謡曲もやるしポップスもやるし、えー、何でもござれみたいな感じなんですけども、えー、はいとんなことで新潟のミューシャさんの、えー、渋谷さんという方をご紹介いたしましたそれじゃあまたお会いいたしましょう。